お疲れ様です。今日はさんこちら超高回転1コス4枚ゴブリンシュタインやっていきます。さあ新カードねゴブリンシュタインがめちゃくちゃ強いぶっ壊れてるわけで、今日はねこいつを高回転で出していこうかなと思います。で一応チャンピオンなので、その場に2体3体出すっていうことはまあ不可能ではあるんですけど、ゴブリンシュタインがやられた時にね1コスでパパってね手札に回してすぐゴブリン出せシュタインをねはい出せますってことで、名前が投げんだこいつ。はいまあってことでとりまやっていきましょうか。でゴブリンシュタインの相方は今日はねペッカラムでいきます。そしてねトルネ、ゴブリンシュタインのスキルにこのトルネード合わせるとなんか杖らしいんですよね。はい、かつですよ、このペッカをこのゴブリンシュタインでサンドイッチしても杖らしいんですよっていうなんか面白そうな話を聞いたので、今日ちょっとそれもやっていこうかなと思います。はい、サンドイッチペッカでこう挟むことによって、まあ、ペッカの弱点のこうスケルトン部隊とか縦の戦士とかを、まあ、ビリビリで、まあ、強制的に突破できるよねっていう話らしいんですけど、まあ、ライドルとかちょっとめんどくさいんで、やば結構絶望がすごいんで、すごい怖いね怖いねっていう、本当に一旦耐えるか。お待たせ、ペッカあるでもおつ、あーちょっとまずいね。ガーディアンとかさ来ないことを祈るしかできないよね。いやなんかまずいあでも待って、えこいつやばいっす、終わってます進化ペッカが実はまだまだ、もう一発だけ、うわートリトン、お前やりすぎだってえっ、ちょ進化ペッカ場が高かったんだけど、体力今一応下放されましたね。進化ペッカのまあ回復量はいが結構下がったんですけどなんか環境的には意外といるなっていうイメージがあります。はい、本当に下放されたんかっていう疑惑。うん、まあ、まだまだ強いよねっていう、まあ、通常ペッカですらも優秀なんだよね。これさトルネでなんかいい感じにできねえか、なんか角度悪いな、何もいねえやユニット何もいねえし、うん、なんだこれ、これが絶望か。まあ、早めにこれ引っこ抜いてっていうね、相手にできるのがすごいな、これ。嘘みたいなおもちゃデッキじゃない。そんなおもちゃデッキに負けそうな男は、どうも私です。ライドラとかもいたしな。なんか、まあもう、あんま関係ねえよな。でもトルネプラスのスキルをしたいんだな、本当は。そう、これで、引っ張って、強制処理で、みたいなね、が理想なんですけど何もいねえや、どうしよう、まあ、適当に。こういう時はセパレートなんてものもね、顔面で生きるだけでも強いしな。ああいいね、わやっぱゴブリンシュタインが優秀すぎる。あでもやばい、なんか何もいない、ごめんなマジでごめんな、何もいねえ。あでもこれさビリビリでさ、なんだこんな微妙なんだろう、俺が悪いんか、やばい。おお一応一応ラムが入った、ラムが強いだけになってる。あおとなしく許容なんてものもこのゲームには存在したり、これ強い、いいよ、いや全然いい。でもラムが、ラムだ、信頼できるものはラムライダーのみ、他の人何も活躍してねえな。いやーいい、結構やる。ちょビリビリはちょっと待って、ウォールブレイカーが来んのよこれ、ちょマジである。おおこれも起用できんねからの俺の言ってたやつできそうか、
え、待って、やばいこれ、これやばい、うーい、すごい、すごいけどなんか負けそう、なんで？ちょっと待って、なんで？やばい、18秒ちょ、マジで勘弁してあんなすごかったら負けそうなんだ。あ、でも、すごいこれもう、ん？ん？すごい、すごいね勝ったよな、危な、なんだこのデッキ、えいや、トルネゴブリンシュタインがね、そう、夢があるんですよこやつは。サンドイッチドリーム、ちょっとあるな。単純にペッカー体力高いし、ゴブリンシュタインの、まあ、モンスターがね盾になるだけで敵陣地でペッカーの HP 高いの普通に相手だるいと思うんですよね。よいしょ、まあ、雑ペッカーでもいいし、やべ、セパっちゃったよね。あ、でもセパってこっちの前にペッカーとかも、あれ、あー、怪物いかれんな。怪物はね、あ、これ怪物生贄にあえてこれはスキルを使わなくて、ここで使ってウィザードをしばきながらこいつはキング起動してみたいな、なんか全てを完璧にできると気持ちよかったんですけど、おおおおペッカが、ペッカ強なんだこいつ。あ、このさ、え、ペッカ博士強くない？そのペッカエレクトロウィザードがさ、まあ、デフォルトとしてよくあるじゃないですか。まあ最近だとペッカーアイスイズとかもいたりするか。でスロー効果でよりペッカーの HP を残すっていうやつ。え、それやばいな、ペッカー博士強ない？スタンでね、え、一生ペッカー残る。いやー、まあ、あいつだけやばい、あいつだけちょっと前し勘弁してくんねえかちょっと怪しいかじゃライドル、ライドルにしなって勘弁してほしいが、うん、ちょっとビームも当たらんやばい、何も噛み合わんくなった、やばいやばい、頑張ってるだけ博士。いや、でも気づいた俺の手札にペッカいるわあれ、公開点ペッカになってんだな、あれ、すごい位置で止まってんね。俺キング起動までしたい。お、無理でした、おとなしく守ります諦めます。これなんか、おー、いい感じにさ、できそうでできなかったの、すごいな、すごい。あ、そっちじゃなかったらめっちゃ良かったもんな。博士が頑張ってるんだ、一応見えないところで。ペッカ強くない？博士？まじで、ライトニングドラゴンだね。攻めトルネからのスキルか、5コースいるもんね。このまっすぐ上にいなかった時にな。まあ、でも逆を言うと5コースとあれば、相手の、まあ、何でもいいんだ、ウィザードだろうがネクロライドラ、本当に全てのユニットを正直突破できる、そういうことよね。小物系も破壊トルネでね、あとはまあレーザーで、で高 HP のキャラもペッカで潰す、遠距離ユニットもペッカの刀でクシャクシャ。マジ、え、5コスあったらさ、ペッカゴブリンシュタインからのトルネスキルの5コスで相手防衛不可能みたいなのがある。かつ進化ペッカだったらより HP 高いし、さらに後ろからのヒールスピリットで援護もできますよと。え、最強気づいちゃったかもしれない。デッカちゃん出てきちゃうよこれ、気づいちゃった感ある。シュタインペッカの、まあ、トルネ今ないんで、あ、だからロケット押してくれちゃった、うん、勘弁してほしいな。シュタインにさ、あ、
うまいね、相手の延命。なんかあんた反応しすぎじゃない？でもこれさ結構熱いと思ってて、からの、いやいいラムがいいいやそう、まあ、ゴブリン自体も強いんですけど、単純にラムとペッカが強いぞ。さすがに、いやいいよいいよ。でここで冷静な俺はペッカを出さない。なぜならロケット星がものすごいきついので。じゃあ何を出すかっていうと、まあ、出すカードもない。こんなんでいい。え、これでこっちにペッカか。いやこれ左か、どう考えても。あいつないね、どこか。あんま考えてなかった。あ、でもこれさ、これで大砲壊して、え、これ呼ぶ相手何も止まんねえっていうか、あー全部止まるわ。やべ、あーまあいったん、これ地味良かったりすんの。やっぱそれ、ちょ待ってやばい、これアイスピの止まるの、ちょっと話が、ああやばい、外回り やだ、ちょっと勘弁して。やめて、そのロケの、おぶね、ノールックなんか隅っこが入んの、グロいって。いや大砲壊れたらこれ最高だったけど、もうほぼ壊れてるよなほぼ壊れてんです。いってらっしゃい。まあ一旦耐えてレーザーで、やばい、なんか怪しいな。でも大砲ない。どう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 、じっこれじっこれじっこれ。あーまあ進化すけ、進化すけマジで、ちょマジ進化すけマジでって言ってんのに、なんで進化すけ、スキルが使えてない、なんで。車線来るね、頼む、止まんないでくれ。お前は進化してんだ。マジ頑張る、本当に進化ペッカドリーム掴んでくれ。おい、あぶねえ、ペッカまだ強いですこれ全然止まんねえさ。まあブラスターもねちょっと減っちゃったんでね、ブラスターの火力がやっぱないと、最強のブラスターがいて止まんなかったんだよな。でペッカはまあちょっと顔されたものの、プリンセスタワーになっちゃったから結局止まんないみたいなとこあるよな。やっぱ必要なのか環境に。ブラスターはもしかしているかもね、止まんねえな。ほら発揮法じゃね、知らんけど。いってらっしゃい。え、おいしい噛み合い。IT。え、これ、橋前ゴブリンシュタインやっちゃダメかな。まあ別に、ケツペッカなんていう冷静なパターンも。サンドイッチね。これはね、これ守るんだよ。この状況で。これはね、バカだからです。あ、マジでバカ。やべ。やばい、マジで。本当に。でも、スケートの舞台を溶かす。これだけは。よし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 。逆に。相手視点きつくない？ペッカも入るよ。あー、でも左が落ちます。まあ、ギリ許せるか。じゃあ、てか左落ちねえのか、これ。絶妙。おーおーおー、338ちょっと危ないな338ちょっと待てよ、ちょっ
っと怖いね。うわ、いいな。あの、トルナル俺。まあ、インフェ使わして。使ってくれるかな。あ、オッケーオッケーオッケー。まさかのランバーバルーン。まあ、今、深海スピあるんで。深海スピで全てが止まると思ってます。これさ、サンドイッチダメかな。インフェもあんのか。終わった臭くね。あ、よかった釣られなくてよかった。本当に紙取るねじゃないこれ。よし、こっからはゆっくり行こうぜ。いや、これラム使っちゃマジんだ。全員が気づいてるか。お、でも、お、見て、すごい。お、なんか、え？なんでそんな突破したんっていうぐらいさ、こいつだ。絶対このフランキンが頑張ったんや。インフェ使わしていいね。フランキンやっぱ強えな。体力高すぎるよな。一応これペッカもいるっていうサプライズも。でこいつが届くだけで、まあ、ビリビリも来るよねっていう。でコウモリも飛ぶよねっていう。やば。ランバーもなんなら。で、タワーにもダメージ。で、ラムもまた来ちゃって。あ、すごい。あ、でも、重いんだよな、こいつ。ふぅフランケーン。めっちゃ強い、こいつ。やっぱフランケンは、フランケンだっけ？フランケンシュタイン。ゴブリンシュタインか。そんな環境トップだな。だからそんなつもりはないけど、みたいなね。悪気はないけど、みたいな。別にそんな攻める気はないけど、気づいたらタワーマイ来ちゃってダメージ与えてました、僕ちゃん、みたいなね。なんか頑張ってんな。お、ブラストよ。こんにちは。いたんだ。あー、生き残り迫撃法っすね。いや、これぐらいしかいねえか。正直。え、待って、最強のスキャおるやん。先言って。やばい、このなんか、やばい、絶対に弱い、この形。それだけはわかる。斜め噛んで意味ないもの。あ、これ終わった。許してほしい。終わった。お？あそこさ、ブラスターに撃たれない。あ、そういうことか。衝撃が遅くなったから救われたんだ。あっつー。てか、縦線ムート。めっちゃペッカ嫌いやん。まだペッカ嫌いなん。解放されたのに。俺と一緒やん。強えもんな。わかるよ、その気持ち。いや、なんか縦線がいいんだよね。で、これをどうするかなんですよ。まあ、いろんな選択肢あるよ。無理やり突破するパターンと、まあ、諦めるパターン。いっちゃうパターンもあるよね。で、ビリビリで縦線を突破して。え、これこれこれ、やばい。あー、でも、おっきや。おっきや、強っ。で、コウモリケアの、イチコス添えて、ビリビリも添えて、コウモリも突破して、うえ、来た。これ最強の形ね。マジアチャ取るね。
ボンバートルネからの、さ、新時代は博士トルネね博士プラスのモンスタープラスのトルネード、トルネしたっけ、してねえわ全然ただ形組んだだけで、サンドイッチね。新時代はゴブシュサンド、これ、はい、これで、これやばいなこれで遠くのユニットもトルネで巻き込んでの、お、これすんごっ、この形グロいな、絶対に止められないよな、相手が止める方法はまず博士を仕留めなきゃいけないもんね、絶対何があっても博士を仕留めなきゃいけないから、博士を仕留めれないデッキだともうゲームオーバーよな。進化アイスピとかあればまあ例外ではあるけど、え、めっちゃいいな、ペッカサンド、ペッカサンドしたらムート立てせん、あんな余裕で突破できんの。おー、新エタイ、まあ、ビリビリで右サイドは止まるんですけど、左サイドが怪しい、あ、もし嫌い、待って、なんか全てが、あれ、キング起動できてないっすよ、うん、最悪や、飛べ、よし、コウモリギャングか、親衛隊で珍しい、回復して回復して回復しな、回復しな、回復して、なんかペッカあんま回復しねえな今回、え、これが弱体化の影響、親衛隊でこんなやられてたっけ、ちょっと痛いな、まあ、近畿できたんでいいか、おぶんな、なんか怖っ、いやこれロケ砲がさ、話なんだよ、あ、でもいい、距離が空く、距離が空くことには価値があります。でビリビリと、よしよしよし、全然全然、え、痛いな、え美味しすぎん、ラッキー、これから危ない、俺がケアしなきゃいけないのは左端前ロケコ、まあ一旦耐えたよ、ここだね、安心してください、私はサンドイッチがある、トルネマル、そう、こういうこと、うおい、右を見てた間にいや、まず最後のサンドイッチよこれ、え無敵じゃない、まあ、施設がない相手には特にだね、やば、勝ったと思ったもんな、組んだ瞬間に、正直
いいね。これさ、フランケンでさ、逮捕壊れるよね。いや、これでいい。デリバリーウッド。あー、うまいな。これまずいの。キング起動しててよかった。いった。でもにしてもだな、あんたさ、やりすぎだよ。いや、これ大砲で行かれるんでね。いった。まあワンチャン事故るか、進化助とか。まあ、いや、おいしょ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 。さあ、豚ちゃんね。まあでも進化ペッカよな。まあ、あとはゴブリンシュタインの使い方か。ペッカのエイマ悪いの。だいぶだいぶ悪いね。取れなるんだよ。まあ深海スピなら仕方ないよね。ブラボー。いや、これさ、大砲使ってからのめっちゃ熱い。ビリビリ。え、これラムとも合うね。え、からの逆もしかり。大砲使ったからゴブリンシュタインが刺さるからのゴブリンシュタイン。もう一回大砲使ったからラムが刺さるパターン。あれ、なんで大砲のサイクル早いの。いや、耐えれば。よしよし、でか。いや、めっちゃいい。来た。止まんねえよ。俺も止まんねえよ。進化ペッカの体力バグすぎるだろこいつ。お前いつまでいつまでその HP あんだよ。ペッカまだまだ強そうだな。というかペッカフランケンシュタインがゴブリンシュタインか、超強いね。おもろこのデッキ。初手ペッカでもいい。ザップアイスピって珍しいな。珍しいな。うん、ナイトゴブリンザップ。ああ、呪いテスラの PS デッキですね。これで運ゲーしようぜ。相手の防衛力を一旦チェック。あ、うまいね。ゴブリンしかない。ナイト。もうスケ追加とかでね。うわー、いいザップやけど強っ。ナイト、ゴブリン、ザップ使っ
って、まあテスラは一応回るかみたいな感じか。うん。相手のまあゴブリンシュタインにねペッカ合わせれたら最強だけど、まあナイトでもいいか。それになるわ。スキル使ってこい。なんか上手くなってきたの博士。いやまあいつはバチ方なんで。あーこれ右だなペッカ。ずっと俺じゃないと終わることに気づいた。いやテスラがあれだな、通常時のテスラがさ強くなっちゃったよね。そういえばやだな。進化テスラもあったね。なんか追い上げたね。やばい。でも勝てそう。よう分からんけどなんか勝てそうだ。うおい。よう分からんけど勝った。なんだかペッカかラムか博士か。よう分からんな。なんだこれ。いやこう見るとペッカ強いね。てかペッカと博士のこう後ろからこうユニットが溜まっていく感がやばい。それがちょっと強いな。ロケットやめて。でここに施設使ってくれたらラムよもう。ああ残念。まあビリビリはこれ使う必要がないんだろうね。どう考えてもね。おっさんが強え。オッケーオッケーオッケー。なんか強そうな枯渇デッキが来たわ。博士のスタンとムートで結構ペッカはいかれんのかなって思います。それちょっとなんか気持ちよくなろうとしてるね。まあ俺ビリビリはやめときます。絶対勝つためのね節約も必要です。いやそれなんか甘えてない。そんなことないかな。
いや強いな。これラムが先行。そう、あんた偉いな。うわー、で8枚プリンコ、やめてやめて。いやー苦しい。手玉しむずい、こいつがいるから。これリセットある。相手のデッキ強い。俺のデッキにさ、なんか刺さりまくってる。博士ムートがね、いい味出してんな。ああ、ヤナムートで良さそうだ。博士ムートでペッカ処理ね。まあなお、ペッカが三つだけか。博士がやっぱいいんだな。結局ね。よいしょ。おいしい。もうこれだってさ、博士ペッカー。ダメージペッカラも組んでグッドゲームっすよね。え、ムート本当に謎に流行ってんの。これラムつけてから、あの逆サイにあいつやります。だと運ゲーで勝てそう。はい、うまい、負けそう。一発、うん、それ何のデッキだこれは。マスケムート縦線、マスケラーディガードリル、マスケラでした。うん、縦線いたな。コア博士あったら幸せなんだろうな。絶望じゃない、うんうん、こいつ全然関係ない。ペッカで、ペッカで勝ってるだけなんだよ。かわいい。サスケラの最強防衛もあります。フランケン撃ってくんねえかな。撃ってくんねえな。もうおとなしく決裂しとくか。あれで迫撃もあったの。これ右サイド向いてんのかな。すごいとこまで向いてんの。まあ左結構許容できるかも。これが負け筋ってやつ。あのペッカ頑張ってる。これも最強です。幸せ感電で全てが止まります。いやこのさスキラボーイが強すぎても疲れてんだ。ペッカ体力一生回復してない。ごめんね。え、ペッカがまだまだ強いことが分かりましたわ。あのペッカサンドイッチもめっちゃ強いことが分かりました。アインシュタイン、あれなんだっけそれ定義的に死んだ名前分かるんだ。ゴブリンシュタインかけるトルネもね、ちょものすごい良かったね。というわけで皆さん、こちらのね1コス4枚ペッカシュタイントルネデッキもね
ぜひやってみてください。ちゃんと午後もおしゃっすよ、おしそうだね。